すごい。おどっちが、あこれは、あ確かに左あーちゃんかな。いやここはどっちもあーちゃんだよ、まだ。あここはどっちもあーちゃんだ。うん、まだ出てきてない。左が事前収録、うん、右が、あーちゃん本番もやっぱぴったりじゃん。そう本番も引っかかったスカート。同じミスしてんの。同じミスを本番しました。ここもめちゃくちゃ揃ったのよ、ダンサーの折り方も。すごい、すごい。これまだあーちゃん、ね、これはまだ2人とも、あーちゃんもちゃんと同じようにやってる。お面外すからね。あーちゃんでもね、はい、走ってるのよ当日。もう気持ちがね、うん、泣き走っちゃって。あそうだから、はい、あれなのよ、みんながいないの。みんながいない、あのサイリウムが映らないんだよね。これもすり替わってますね。これもすり替わってる。左があーちゃん、右がアスカちゃん、こっちがアスカちゃん、あっちが、あっちがアーちゃん。若干カメラのワークが合ってないですけども。そこら辺が恥ずかしいな。あでもちょっとずれたりはしてるよね。わかんないよ。生で肉眼で見る人はね。そうそう。やっぱりアスカちゃんの方が気持ち隠してますよね。そう隠してる。あそうそう、だからそのお花もね、マイクのお花もその顔を隠すためというか、うん、そのまあ可愛いっていうのもあるんだけど、そう口元をね、口元をね隠すために。カメラさんもだから本当は同じ動きをしないとバレちゃうんで、ね、そう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 。あれバンドさんもだから当て振りだったんだよね。そうそう、バンドはね生は演奏してます。あ生は、そうあのお客さんが見てるのはあの生で演奏してます。あそうかそうか、そうこことかね、ちょっと、あちょっとねマイクを、でアーリンの歌だけ事前に収録したものです。あそうかそうか、そうそう。アスカちゃんのさ、襟足の毛がさ、2センチぐらいしかないの。襟足の髪の毛まで。そう、それをおたけさんが一生懸命丸く作ってくれて。すごい。ほら、これはもう、これはね、もう頑張ったんだな。うん、とにかく。でも、ま、口のね、笑い方まで。笑い方もおちえさんが一生懸命教えてくださって。うん、笑いすぎず、笑いなんかこう、力入れすぎず。そう歌もね、自分自然収録するし。アスカちゃんボブなの、本当は。そう、短いんだよね。そうそうそう、だから、まあ、でも髪の毛は私もあれはカツラっていうか、そうウィッグをね上につけてるから。さあ困らずでしょ。そろそろ、あ、ここはめっちゃ首とかあってる。見せちゃいけないやつが来るのかな、この後。お客さんは実際右を見てるわけですからね。かわいいね、ちゃんと。ここだな、ここ。多分、あ、そう、次。あ、でも、今のとこが、もう今のとこだった。で、コップ置くタイミング間違えました、すいませんって言ってた。あ、今のとこ、そうそう、今の。緊張するよね、今の。これは緊張するよ。ゆうゆうバッチリ、ね、すごい上手、すごい角度も、ね、うん、あとアスカちゃん、アーリンと髪色を一緒にしてくれたもんね。そうそうそう、髪色もね同じところに染めに行って前髪も同じ長さにして、そうそう、うん、すごい合ってるね。まあ、言われてみたらね、それはもちろんわかるけど、俺らはほらもう分かってるから全てを疑っちゃうんだよ。そうそう、でも初見で見る方はね、分かんない。そう、この履けるタイミングが後ろのちょっと遅かった、あの椅子のタイミングが違ったんですよ、ね、だからドキドキ。あー、Thank you.
らねえな。